天空の城ラピュタの始まりは少年パズーの冒険物語だったということで、今回取り上げる作品は天空の城ラピュタです。天空の城ラピュタといえばスタジオジブリ最初の作品にあたり、高畑さんがプロデューサーを務め、宮崎さんが監督した作品でもあります。で、1984年に公開された風の谷のナウシカでも2人はプロデューサーと監督という関係にあったわけですけれども、ナウシカで高い評価を得た宮崎駿監督のもとにはナウシカパート2を求める声が届いていました。しかし監督は続編を作ることを望まず、その代わりに作ったのが今回取り上げている天空の城ラピュタです。もともとはナウシカの後、高畑勲監督が別の作品を作る予定になっていたんですけれども、途中で予算が尽きてしまいます。そこで資金を稼ぐために宮崎駿監督が一本映画を作ることになり、それは監督が子供の頃に考えた少年パズー飛行石の謎という物語でした。で、これが天空の城ラピュタの元のお話になります。で、天空の城ラピュタの企画書に宮崎駿監督は小学生を対象にした映画で、愉快な血湧き肉踊る古典的な活劇を目指していると書いています。宮崎駿監督や高畑勲監督は当時のアニメの対象年齢が上がっている傾向は将来につながらないと考えていました。なので2人はアニメは子供のものという考えのもと、本来のアニメを取り戻すために天空の城ラピュタを制作し始めます。だからラピュタの対象年齢が小学生で、内容が冒険活劇になっています。そしてそれは宮崎駿監督が子供の頃に考えた冒険ファンタジーが元になっています。で、当時の雑誌アニメージュの表紙にも、血湧き肉踊る漫画映画の復権を目指してと書かれています。ただ宮崎駿監督は真に子供のためのものは大人の鑑賞に十分に耐えうるものなのであるとも加えています。こうやってスタートした天空の城ラピュタですけれども、ちなみにその名前のラピュタとはガリバー旅行記の第3部に出てくる巨大な空飛ぶ島ラピュタから取られています。物語の中でもガリバー旅行記でスイフトがラピュタのことを書いているけど、あれはただの空想なんだというバズーのセリフもありました。で、あと天空の城ラピュタ制作にあたって、宮崎駿監督はイギリスのウェールズ地方にロケハンに行っています。このウェールズ地方は20世紀の前半には石炭の世界最大の輸出地域として栄えた場所でした。天空の城ラピュタの舞台となる町は炭鉱の町だったので、宮崎駿監督はこの地域にロケハンに向かったんだと思います。またこのウェールズ地方は映画我が谷は緑なりきで舞台となった町でもあります。この作品はアカデミー賞で作品賞をはじめとする6部門受賞しているんですけれども、炭鉱の町で暮らすある家族の物語です。で、この作品に出てくる炭鉱の町と天空の城ラピュタに出てくる町並みが似ていると言われています。煙突から出る煙や坂道に連なる住宅だけでなく、炭鉱の町の中にある緑の丘にも共通点を感じます。天空の城ラピュタの街は先ほど言ったようにウェールズ地方が元になっているので、当たり前かもしれないんですけれども、白黒映画の我が谷は緑なりきに色をつけたらきっとラピュタに出てくるような街並みなんじゃないかなと思ってしまいます。ちなみに驚いたことに、この我が谷は緑なりきのウェールズ地方は実はセットで作られています。それを知らずに映画を見ていたので、それがセットだと知って、とても驚きました。ただ私は、天空の城ラピュタと我が谷は緑なりきの共通点はウェールズ地方と炭鉱だけではないような気がします。我が谷は緑なりきに出てくる少年ヒューはラピュタに出てくるパズーと重なるものがあります。パズーはラピュタを見たという父親を信じ続けていたんですけれども、そのパズーと父親の関係は我が谷は緑なりきに出てくる父の教えを守り続けたヒューとその父親の関係にも似ています。そして少年ヒューの真面目で優しく、時には喧嘩もするようなその性格もまたパズーみたいです。あとヒューの母親の強さは海賊ドーラ一家の母親にもつながるなと、映画を見ていて思いました。で、この我が谷は緑なりき自体は冒険活劇とは全く違うある家族の物語です。炭鉱に翻弄されながら暮らす一家の日常が描かれている作品なんですけれども、物語が進めば進むほどこの家族の世界に引き込まれてしまいます。激しいアクションもなければ燃え上がるほどの恋愛も描かれていない作品ですけれども、それでもこの家族やこの街で暮らす人々になぜか見せられてしまいました。少年ヒューの成長を見ながら、
当時ウェルズ地方にはきっとこんな家族がたくさんいたんだろうなと、知らない時代の知らない街の物語なのにどこか懐かしさを感じる作品でもありました。ということで今回は天空の城ラピュタについて取り上げてみました。ラピュタの中で描かれるパズーの暮らす街並みや親方をはじめとするそこで暮らす人々が好きな方はぜひ我が谷は緑なりきも見てみてください。きっとその街並みに同じ匂いを感じると思いますし、その物語自体に心を癒されるんじゃないかなと思います。ということで今回は天空の城ラピュタについてのお話でした。